ソ我助の李昭和10年11月30日は、日本の陸軍軍人、政治家。陸軍中将軍一等死者。家六は120国の柳川藩士、ソ我有教の次男として生まれる。兄は、ソ我有生。母は、国学者の西原明治の次女の民子。学問や武道を好み、長崎で法術を学び、イギリス商人のトーマス・ブレイク・グラバーの援助で、上海。 香港、シンガポールを航海し、航海術を学んだ。明治元年に海軍御用係になった。翌年に海軍参謀として、函館戦争に出征し功績を挙げる。明治6年陸軍少将となり、同年鎌倉での初めての展覧演習で指揮官を務めた。その後、兵学頭、陸軍士官学校校長などを歴任、西南戦争では、 政党第四両団長として、鎮圧に当たった。竹橋事件の時には、陸軍士官学校長として、富山学校生を派遣して、皇居の警備に当たらせた。山形有も大山岩尾ら陸軍内の反発勢力に対し反、主流派を形成、明治14年の開拓士官有物払い下げ事件では、同じ反主流派の三浦五郎、谷田敵、鳥岡屋田と連名で、 議会解説及び憲法制定を訴える、憲白書を提出する。明治15年に参謀本部次長となって、陸軍改革にあたり、翌年中将に進む。明治17年7月8日に死釈を授かる。明治19年に参謀本部の権限問題をめぐって、陸軍省と対立、職務を辞任する。その後軍籍を離れて、明治21年に、 民宮の御教育主任となる。陸軍中心の警部総論を唱え、議会開設前後の時期の軍備論争の一方の推すとなった。明治24年、宮中古問館。同年12月貴族院施策議員補欠選挙で当選し、以後は谷立キと共に、今和会、朝日クラブ、土曜会の中心人物として、政界内に隠然たる勢力を持ち続けた。 明治31年に本鉄道社長。明治43年4月1日、軍を退役。大正3年のシーメンス事件では、予算委員長として第一次、山本内閣打倒に関与した。大正4年4月27日、数密顧問官となる。大正13年、スケノリは隠居し、家督を、この蘇我助国に譲った。大正15年に、 大正天皇の容態が悪化し、友純は1ヶ月の間早間の予定に何度も施行した。昭和10年、熱海の小柄指定で死去。去年93。ありがとうございます。